はい、皆さんこんばんは。ラブガーズ TV 川口学です。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。本日は6月11日でございます。いやー、暑かったな。今日も暑かったですよ ね。皆さんこんばんは。皆さんこんばんはです。はい、塩崎哲也さんこんばんは。マサル中野さんこんばんは。アニメフリーシリーズ大好きおっさんさんこんばんは。アッシーさんこんばんは。大輔619さんこんばんは。はじめかわくみさんこんばんは。エセゆきさんこんばんは。スーパーヘッドさんこんばんは。大使2017さんこんばんは。マル HKD さんこんばんは。いやー、今名前を呼ばさせていただいた方はメンバーの方ですね。はい、夏野さんの下の名前がいつも読めない。こんばんは夏野さん。こんばんは。のんきさんこんばんは。ちゃんかみさんこんばんは。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 はい。で、メンバーになる方法はぶっちゃんさん、ナイスパでございます。ありがとうございます。ナイスパです。かさこさん、こんばんは。メンバーになる方法はですね、PC 画面で見てるとこの画面の下にメンバーになるというのがありますので、これは月490円なんですけど、イブネコネコさんこんばんは。どうも、こんばんは。今枝さんこんばんは。ありがとうございます。ひーさんこんばんは。で、490円なんですけれども、メンバーの方にはですね、動画公開動画の、はい、一足先に動画を公開したりとかですね、さらにはですね、メンバー専用ライブ、岡倉さんこんばんは。こんばんは。メンバー専用のライブをやったりとかですね、さらにはですね、メンバー専用の投稿が僕はしてますので、コミュニティで質問を受けたりとかですね、そういうこともできます。差し場は入ってます。バッチリでございます。快速急行 C3 エアクロスさんこんばんは。雪尾隆さんこんばんは。先に AGA の衝撃動画を見ました。ありがとうございます。先ほどですね、セカンドチャンネルのライブ放送の方に、AGA の治療薬服用で性欲減退するのは本当かっていうですね、中年男性がすごい気にされてるですね、ことをですね、専門家の方にお医者様に聞いたっていう動画を公開しましたので、はい、そちらもご覧いただければと思います。満足さん、急上昇おめでとうございます。あ、おめでとうございます。もうこっち遊び来てくれなくなっちゃうかな。あ、ラブグースがもう落ち目だからな。ヤス222100さんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ねえ、はい、そんな感じでございます、はい、いや、あ、 T シャツ褒めてますよ。うん、イブネコネコさん、ありがとうございます。これあのモーターショーの時に作ったやつですね。2019年のモーターショーの時に作った T シャツでございます。はい、スタッフ T シャツね、ブースに着るやつね、はい、これを作りました。ステッカーも販売しなきゃいけないのにね。そうだ、すっかり忘れてて。そうだ、 T シャツも販売しますかね。ねえ、うん、ね、夏だからいいんじゃないですかね。うん、これはでもただマーク真ん中にやって、下に文字をペッて入れただけなんですよね。そう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 、それでよければモノクロがいいじゃないですかね。ね、はい、あれれ、そうなの。元足さん、帯状疱疹痛いやつだわ。疲れが本当最近忙しくて ね、本当俺昨日すげえ死ぬかと思った。あ、昨日は俺5時に起きて、で6時前に撮影の準備始めて、うん、で、ランドクルーザーの動画を、喋りを撮って、はいはい、その場で編集して、で公開して、8時ぐらいに公開して、うん、で9時に、あ、赤マックスさんメンバーようこそ。あ、ありがとうございます。いらっしゃいません。ありがとうございます。でそれで9時に家出て、うんうん、10時ぐらいに辰巳で待ち合わせしてて、そこから GLE とを言えない車を2台撮影して、うん、1台撮影すると3本撮るんですよ。内外装チェックと試乗と、あとカズミーとウェブさんのコラボ動画なので、はいはいはい、なので6本分の動画を撮って、
疲れ果て、うん、でそのまんま、まあ、6本分取るしてもね4時間か5時間ぐらいかかるんですよね。そう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 。で、そのまんま今度はまたの、事前撮影に行って40分の枠を3本取って終わったのが19時10分っていう、はいはい、朝の5時から19時10分まで仕事して、それで家帰ってもう9時くらいでしょう、もう本当に、うん、8時過ぎか。あ、遠藤直樹さんありがとうございます。ありがとうございます。しかもね、はい、暑いしね。そうなので、その事前撮影で撮影したのが 2本分ぐらいになるから、昨日は8本か9本ぐらい撮りました。すごい。死にます、死んじゃいます、ね、僕は帯状疱疹出てないんですけれども、うんうん、そうなんですよね。暴走族うるさいですね。ね、夏ですからね。夏ですからね。明日も、今日もこれで終わって帰って、明日も朝起きてから、うん、公開する動画撮影して家で、はい、で明日公開して、で午後は、ちょっと栃木の方に行って、うんうん、で日曜日に朝から試乗して撮影して、はい、で帰ってきて、月曜日は病院行って税理士さん行って歯医者さん行って車返して家帰って、うん、火曜日はまた新型車の事前撮影行って、うん、いや大変だな。いやでもね、今週いっぱいなんですよ実は。あ、今週じゃない、19日までが、うん、とりあえず雨降んなくて、それ以降に多分梅雨入ります。あ、そうなの。そう、困ったな。そう、そうなるとまたね、撮影が大変になっちゃう。困りますね。いや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 、忙しい、ね、AV 男優みたいですね。え？ AV 男優AV 男優ってそんな忙しいのねえ、うん、囲む会してほしいわ。囲む会ね、うん、みんなでねぎらってあげてくださいね。いや本当に自動車じゃない人は肉体労働だからね、マジで、ね、いや本当本当に肉体労働ありますからね、うん、マジできついっすね本当ね。はい、いや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 、さあ今週のラインナップです。こちらパン、ごめんなさい忘れてました、はい、俺ラインナップ、今週のラインナップを忘れてました。今週のラインナップは、ホンダの GB350 という、はい、モーターサイクルですね、はい、モーターサイクルをラブカス TV じゃねえじゃねえかって話なんですけれども今日乗ったのでちょこっと撮影したっていうやつですね、はい、おいで、もう一本、もう一本が、メッセス MGGLE63S ですね、はい、はい、ですですです、はいはい、そうなんかラッシュですよね今ね、新しい車結構いっぱい出ますよ、ね、910ほとんど乗る時間がないですね。やっぱね、お、勝弘島さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 GB350 って GB350 っていうの、 GB350 GB350 どっちですかね、どっちなんですかね。なんかバイクってよく350とか、うん、言いますよ ね、 ね、車だったら350って確実に言うんだけど ね、 ね、そう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 、うんうん、ね、そうなんですよ。今までラブカーズ TV でバイクを取り上げたことはないですね、モーターサイクルはない、うん、確か僕は免許取ったのが42の時に取ったんですよ確か、うんうんうん、42、3、そう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 、大型ね、いや中型、等型一気に、最初中型、中型、等型で一気に取ったの。あ、そっか、そう一気に取りました。塩崎さん、アストフォレスター D 型の話を聞いてきます。うん、お、海藤さん、 G クラス明治の野村さん、柳瀬シテルン宮園買うならどこの話がおすすめでしょうか、どこが納期が早いか、いや納期が早いかどうかは分かんないし、うん、反射で決まるというよりは、うん、セールスの方で決まるということなので、担当の方、担当の方で決まると思うんで、うん、そこら辺が、うん、
です。なので、一概にこの店だからいいっていうことではないと思うんですよね。今回は、まあ、あれですね、間違われないようにした方がいいかと思います。はい、ですです。さて、そんなわけで、三飯っていうの、三飯っていうんだ、爆売れなんだ。そうなんだ。僕バイクのことよくわかんないんだよね。車のこともよくわかってないけどで、僕はね、バイク買って、あの免許取って、だから中免と大型両方一緒にドドンって続けて取って、うんうん、あの教習所のセレブコースで 40万ぐらい出して、もう入れまくって1ヶ月ちょいぐらいで取ったのかな、確か。そうなんです。ハンチャーみたい。GB350 来年の冬納車なんだ。うわ、そうなんだ。なんか大人気なんですよね。で、最初に、買ったバイクはドゥカティのモンスターですね、700cc ぐらいのやつ、うん、その次買ったのがドゥカティのスクランブラー、はいはいはい、で売っちゃった。スクランブラー流行りましたよね。乗る機会なくて売っちゃいました、うん、はい、というわけで今週のネタ話、はい、こちらセカンドチャンネルライフボーゾーンで取り上げたサングラスでございます。ああ、1個4000円安い安い安いなあ。ゆっきゅう高橋さん、水曜日はお国総公会だったんだ。岡山楽しいですよ ね。グダーのサングラスは、セカンドチャンネルの動画見ていただければと思います、うん、安いです。でもこれ変更になってるんで、いいですよね。いいです、あの本当に。でランニングの時にかけられるんで良いです、はいはい、お、セカンドチャンネル見ました、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ1個なくしてないです。はい、お、サングラス買いました。別にこれ案件じゃないんだけどね。日曜日は、86スタイル withBRZ で、はい、公式チャンネルの YouTube ライブで、あの脇坂さんと一緒に、はい、やりました。ライブ MC のような感じで、うんうん、お届けさせていただいたのと、あとはステージ MC をしました。イレブンさん、はい、これ初絡みだったんですか。そう、初絡み、前に一緒にルマン24時間行ったことあるんですけど、ね、はい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 、そう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 、そうなんです。はい、でもう一人、そう、あやみちゃんが来てて、そう、あやみちゃんも撮影してたんで、あやみちゃんも動画出してると思いますけれども、うん、旦那がインタープロトで走ってたんで、そうですね、その応援に来ていて、はいはい、でお会いしました。そしてこれは夏野菜の天ぷらそばでございます。これね、見てみるとちょっとそばの盛りが少ないかなと思ったわけですよ、うんうん、おじさんはね、うん、でこれは食べてる時にもう1枚せいろ追加しておいた方がいいかなと思って、うん、悩んだ結果、まあとりあえずいいかと思って、足りないだろうなと思って、うん、足りないかなって食べて終わった後にね思ったんですけれども、うん、だけど結果、あ、食べ終わった店出て、うん、あ、こんくらいにしとけばもたれなくていいかもって思って、おじさんを感じた瞬間でございました。以上でございます。そして次の日もこのちくわ、もう最近ちくわ天そばがね、さっきも食いましたよ、さっきもちくわ天うどんも食いましたもんね。これはね、保土ヶ谷パーキングのちくわ天でございます。保土ヶ谷パーキングのおつゆはそんなに濃くない、うん、あ、そうなんだ、感じですね。見てこの見た目でちょっと、うんうんうん、ね、そんなに濃くないかなっていう、うんうん、ほら、こっちが、大黒パーキングのかき揚げそば、これ同じ日の昼に食った。これほら、ちょっと濃いね、つゆ濃いでしょ、はい、これね、つゆ全部飲まないでしてくださいね、うん、さっきうどんのつゆ全部飲んじゃったけど。本当にね、はい、やっぱね、かき揚げですよ。で、GLE と、もう一台のを撮影して、うん、たのが昨日、はいはい、で昨日だから頑張ってこの GLE と
の2台を取ったから6本分取って、うん、はいはい、でさらにランクルの動画もやって、うん、で他にの事前撮影にも行ったっていうあの電波が悪いわけじゃないですからね。そうそうそうでこれはい、こちらが、GB の350ですね。今日これ乗りました、うん、かっこいい。これ見た瞬間に、いいね、初めて見た時からこれは乗りたいと思って、なんかこのクラシックなスタイルが、そう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 、いいよね、うん、これ55万円だからね、安いね。そうそうなの、お金安いですよね。で川西圭介さんと一緒に撮影をしたということでございます、はい、これライトのカットが独特。そうだけどね、これなんか 350S だとリングが LED になるのかな、だけどこれは LED っぽいのなんか入ってるように見えるんだけど、うんうんうん、光んないっていうね、リングは。あ、そうそうそう、イカリングみたいのね。そう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 、インド生産ですねこれね、はい、です、はい、でその日のその今日の帰りに銀座築地にあるイタリアンの、川西さんのお友達のイタリアン食べに行こうって言ったら、うん、あの体調不良で休みますって紙が書いてあ貼ってあったから、そのそばにあったあのお寿司屋さんでランチチラシを食べて1300円でした。体調不良怖いね怖いでね、ランチチラシはね、うん、1300円でこの量でちょっと少ないかなと思ったんだけど、逆にちょっと多すぎた。あ、そうなんだ、うん、でこれはもう動画公開しましたけれども、赤い BRZ でございます。86スタイル with BRZ で初めて公開された赤色のかっこいいな BRZ というかっこいいですね、うん、僕はこの色を買おうかなと今思っている。これはパーツがついてるやつ、これはノーマルです。ノーマルのやつ、はい、でございます。はい、はい、でこのこれは A250、 あ、これも今日あの公開した動画の A クラスの、はい、プラグインハイブリッドでございますね、はい、今日鼻かゆくないの、そういえば。あ、本当、うん、この間鼻毛切ったからかな。あで松田、松田 CX30、 そうそう、一昨日は松田 CX30 を4台乗って撮影して、うん、それもだから結構辛いなと思いながら、うんうん、そうそうそう、やってそれで終わらせようとしたんだけど、さらにその後に M3 来た、もう一回 M3 を撮影するっていう。やっぱ個性強いな。ねえ、そうそうなんですよ。これ普通に街で見たらだいぶ驚きますよね。ね、この色がまたすごい。ね、すごいです。はい。以上。さあ、はい、そして今週は高島さんのコーナーでございます。はい、どん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 、はい、パフ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 。皆さん、あの先週はね、はい、あのカメラの機材をいくつかご紹介しまして。うんうん、でその時にあのドローンとかどういうの使ってるんですかみたいなことがいくつかあのコメントいただいてたんで、はい、今日はちょっとドローンをご紹介しようかなと思ってます。仕事で使っている、はい、でまずうち一番最初に買ったのはこのドローンなんですよ。あ、これはまだドローンという言葉がなかった時のやつ。そう、あのね、ヘキサコプターとか、クワッドか、クワッド、ヘキサか、1、2、3、4、5、6、うん、はい、ヘキサコプターとか言ってました、はい、って言ってましたね。これにゃんこ先生が質問したんだって。あ、そうです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 、ね、ね、多分もう20年近い前かな、20年、まあそこまでいかないかな。でその頃はこれ2012年だよ。12年か、うん、多分よく覚えてますね、うん、自転車乗り始めた時だ。あ12年か、うん、すごいな、はい、でこれで、まあ、一番最初にやってって、うん、それが2機になり、はい、で、1個はお、大井川に落っこったね、天竜川だ、天竜川に落っことして、うん、はい、いくらですかって聞きましたよ、はい、これは、パーツを
取り寄せてもらって組み立ててもらった時に、はい、80万かな、本体とプロポで80万ぐらいでしたね。お、はい、でこれは、現行皆さんよく見るタイプの、DJI のファントムですね、ファントム4プロっていう機体ですね、はい、であとこれが、これも DJI の、おお、これ何、これこれはグラビア撮影をしてる時の何これ、サトウキビ畑、サトウキビ畑、そうです、これね、沖縄の離島かなんかで、へえ、撮ってたんですね、はい、みんな手前に目がいかないってそう、あの、ね、上がると足が上がって、うん、僕らが映んない、お姉ちゃん言うなお姉ちゃん、お姉ちゃん邪魔や俺が邪魔だ、すあ、おっとすいませんすいません、おっとすいませんいえ、宮崎よし子ってそんなあれじゃないですよ、はい、で、これはそのフライトの、あ、俺邪魔だ、様子です、ここで上がるとこのアームが上に上がる、へえ、すごい、テスラモデル、そうそうそう邪魔って言われてるこれはね、割といい機体だったんですけど、はい、重くてどんくさいんですよ、なるほどね、はい、ですね、へえ、はい、これは、で、まあ、これはあの富士スピードウェイで、おお、あの撮ったりしてる時に、ね、はい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 、はい、へえ、だからあの富士スピードウェイあれですよ、皆さん一般の方は絶対飛ばせないんですよ、あ、そうか、そう、あの許可を得てちゃんと飛ばすようにしてます。でね、今、はい、実機をですね、うん、今日は2つばかりありますので、はい、それをちょっと皆さんにお目にかけようかなと思ってます、はい、お願いします。ね、音はどんな感じですかっつって。音、うん？ドローンの音？マナブさんが水着になればいいのにって書いてある。今日ね、ワイヤレスマイクをたくさん持っていかれちゃってて、僕有線ピンなんです。すごいね。すいません。はい。で、さっき見せたのが、うん、これですね。このファントム4プロっていう機体で、はい、プロペラが4つついてます。はい。2枚バネのプロペラが4つついてて、うん、でここにカメラがついてて、はい、ここがジンバルになっててバランス取る、でこれはいかにこう、安定して綺麗に撮るかっていう機体です、うん、でこれを飛ばすためにこういうプロポを使って、飛ばしてモニターがついてんだね、そうです、そうです、ははこういう感じのやつで、最近ちょっと近頃これで車撮るとどんくさいなって思っちゃって、うん、これでも一生懸命頑張って飛ばして70キロぐらいは出るんですけど、はい、へえ、これでも遅いなっていうので70キロ出るんだ、最近こういうの入れました、これ DJI の一番新しい機体で、うん、初めて見た FPV っていう、へえ、これはなんと140キロ出るんですよ、え、140キロマジ、そう、すげえ、車をこう撮ってて回り込ん で、うん、でこう行ってとかってもできる、できるんだ、そう、これなんでここ、あ、これは、うん、これちょっと暇がっちゃってるんですけど、暇がってるんですか、これね 3D プリンターで作ってもらったんですけど、ここに GoPro 乗っけるんですよ、はいはいはい、そうすると前と後ろと回り込んでこう今度引っ張り取れるとか、おお、っていうちょっと車の撮影に特化したように、先輩これ透けてます、どこ、あ、緑だ、本当だ、こうやってやると本当だ、でこれを操縦するときはね、うん、あのこういうゴーグルをつけて、ここにこれのカメラの映像がここに来るわけですよ、だからあの要はこれだったら俺も操作できそう、できる、こっちは絶対無理、うん、これは、うん、でこれだと、うん、もうこのまま目線で自分が鳥になったようにして、はい、これで操縦するわけですよ、へ、今度川口さんやってみましょうね、これね、クラッシュするシーンを撮れるねでこれがまた面白くて、これもコントローラーなんですけど、おお、スロットか、これを、はい、
こう傾けるとこう。へえ。こう傾けるとこう。やべえ。これを引くとアクセル。はあ。だから感覚でいけるんですよね、これね。そういうのだったら僕もできそう。そう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 。はは。面白いですよね。だから こんなんで今最近飛ばしてる。でこれは、うん、こっちの方は普通の飛行許可証で飛ばせるんですけど、うん、こっちは飛ばせないの？まあ飛ばせます。あだけどこれをつけちゃうと、うん、目視外飛行ってことになっちゃうんですよ。あ、なるほど。これは目視しながら撮れるんで、これは通常の飛行許可を、まあ、日本のどこでも1年間飛ばしていいよっていう業務用の資格を持ってます。これしかし見せてるのにこう透けちゃってるからなんか肝心なところが本当だ、見えてないっていうね、うん、これへえ。でこれも目視外飛行の資格の申請を航空局に出して、うん、でそれを認可取ってないと飛ばせないんですよ。へえ。これすごいカメラいっぱいついてんの？これカメラじゃない、これカメラで、あとは全部センサーです。へえ、すげえ。障害物があると、うん、自動に、制御されて止まる。はあ。で例えばこれで見失っちゃう時あるじゃないですか、うん、例えば山の向こう行っちゃったとか、うん、ってなった時には自動でこいつがホバリングして上がってくるんですよ。てってれーつってすごい頭が良くて、すごいね、ちっちゃい、まあ、ちっちゃいです。これでももう兵器だよね。そう、これでだって140キロで飛んできてぶつかったら死んじゃう。そう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 、ね、そうなんですよ。だからこれは飛んでる時ってこうやって水平移動してるんだけど、これはそうなんです、ね、そう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 、こうなって、そうなんです、ビューッと、すごいです、すげえ。だからあれですよ、こうクルリンパとかできる、宙返りとかできるんです。へえ。よくちっちゃい子供がこれでレースとかやってるんですよ、こうやって。おう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 。あれの大きい版ですね。へえ。で これがバッテリーなんですけど、ね、これすげえ、こんなやつですね。結構でけえ、うん、はあ。だから、ね、まああれですね、これからはこれがラブカーズの映像でも活躍するんじゃないかなって思いますので、はい、というわけでこちらの FPV ですけれども、はい、お値段は今回は何いくらするのそれ。これ FPV の方が割と安いですね。これ、20とか30とか。そうなの。そう、へ、こっちのがちょっと高いんですよ。こっちのが40とかかな。うん。何分ぐらい飛ばせんですかって。ですね、航時間はだいたい20分前後ですね。だ20分だからって20分まんま飛ばしちゃうと帰ってこなくなっちゃうから。そういうことですよね。そう、キロも計算して飛ばす感じですね、うんうん、はい、へー、なるほど、ありがとうございます、はい、面白い、ええ、どんどんハードルが上がってきて次は何になるのか、来週は何が来るのかっていう、はい、俺の予想だと来週はね、三脚だな。三脚とかだいぶあれですよ、くろうと好みになっちゃいますよね。という感じでございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございますです。さて、そんなわけで高砂さんコーナーが終わりました。で、次はですね、あ、GB350 これね、ちょっと長いからとりあえず10分ぐらい流して、前半は川西さんが説明してくれてるんで、はい、あ、なるほど。それをちょっと見ていただこうかなと思います、はい、じゃあよろしいですかね、はい、というわけでホンダ GB350 VTR スタート。皆さんこんにちは、ラブカス TV 川口学です。ラブカスではなくて今日はモーターサイクルをちょっとですね、僕は興味があって、借りてみました。こちらはホンダの GB350 GB350 っていうのかな、非常に話題になっているバイクなのですね。しかしながら私モーターサイクルの知識が全くございませんので、今回ですね、元ナビ編集長、そしてナビカーズも編集長だった川西圭介さんに来ていただいてます。はい、こんにちは。川西さん、よろしくお願いします。バイクの知識が薄い川口さんになりかて多少ね補足をさせていただきたいと思います。え、川西さんはやっぱり知識豊富なんですよね、はい、バイクの、バイク雑誌をやってですね、四半世紀になりますので、はいはい、他の方よりちょっと薄いですけど大丈夫です、はい、川口さんよりは
少しは濃いと。濃いと思います。はい、これ GB350 っていう名前でいいんですかね。GB350 でいいです、ね。これすごい話題になってますけど、なんでこんな話題なんでしょうか。こういうね、これシングルって言って、はい、単気筒の、まあ、ロードバイクなんですけど、はい、結構今日本ではないんですよね、シングルスポーツが。おー、有名なところでヤマハの SR がもう長年、40年ぐらい続いてきたんですけど、はい、それがちょうどね今年で生産が終わっちゃうんですよ。なるほど。それと入れ替えで出てきたこともあって、ほう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 、非常に注目されてます。へえ、なるほど。単気筒のバイクっていうもの自体がそもそもないと、うん、単気筒、まあ、原付きだとかそういうのを除いて、うん、まあ、ビッグシングルなんて言われてある程度排気量の大きい単気筒っていうのは、うん、国産車ではほぼないですね。ああ、そういうものなんですね、うん、はい、久しぶりだと思います。しかもこれインド製なんですよね。そうなんですよ、はい、もともとホンダのインドでは、はい、ハイネスっていう名前で、うん、売ってたんだけど、うん、まあ、今回それをまあ、日本用に多少アレンジして持ってきたっていう感じですね。ほー、なるほどなるほど、うん、しかも、55万で安いんですよね、確かね。税込み55ですから、はい、まあ、車体本体で50万になりますけど、はい、非常に安いですね。まあ350って排気量、僕どうなのあれなのか分かんないですけど、それにしては安いってことですか。うん、そうですそうです。ほうほうほう。まあ、中型クラス、はい、400cc クラスに分類したらいいけど、うん、だいたいパッと見今これだと70万ぐらいするかなっていうくら、あ、そのぐらいのクラスです、ね、クラスなんですね、うん、まあ、インド製ってこともやっぱり多分にありますよね。ちなみにヤマハの SR がファイナルエディションでしたっけ、うん、ファイナルエディションが出て、はい、もうそれで最後になったのと入れ替わるようにこれが出てきたみたいな感じがあるわけですよね。なんかね、それは本田さんうまいなっていうそうなんだ、やっぱ本田そこ商売上手なんだ。なんかね、そんないいタイミングでね、ええ、したなって感じがしますよね。なるほど。ちょっとじゃあ川西さんにこのバイクのなんていうか特徴というかそういうところも聞いてみたいんですけれども、ね、はい、いいですか。はい、これどこがまず特徴ですか。エンジンが、はい、こちらでございます。エンジンが、まあ、単気筒なんでまっすぐここにピストンが1個入ってるってことですよね。そうですね、はい、でこのようにすげえなんか見栄えがもうなんかいいでしょ。はい、いいですね。だまあ要は空冷のシングルで、ここになんで空冷用のフィンがあって、はい、あーこれね、で、はい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 、でこのシリンダーがすごいまっすぐっていうのも、うん、やっぱ美しいエンジンのまあね造形の一つで、はいはい、でここからまあ単気筒のパイプがね一つ後ろにこうで、マフラーなんかもすごい安っぽさがないし、うんうん、後で聞くと音もいいです、すごい。これあれなんですか、やっぱりこういうところの作りとかも結構差が出たりするもんなんですか、うん、バイク2。あ、出ますね。あ、なるほどなるほど。特にマフラーっていうのは、はい、バイクでいうとすごい見せどころなので。あ、そっか、機能だけじゃなくて。そうなんですよ、デザインでもあるってことなんですね。デザインもありますね。はははははは、うん、なるほどね、そういうことですね。なんかでも割とこうなんていうんだろう、見栄えとしてはクラシックな感じなんですよね。もうかなりレトロな感じで、うん、シングル自体がそういうものなんですか。そうですね、シングル自体がそういうものだし、うんうん、まあ、これは特にそういうクラシカルな感じ、系統でいうとやっぱりイギリス車、うん、ちょっと昔ながらのイギリス車の雰囲気を残してるっていう感じですね、はいはい、なるほど、うん、これしかもなんかタンクとかが結構今時っぽいカラーリングっつうか、なんつうか、そう、ちょっとマットっぽいですよ ね。なんかデニムなんとかとかで、うんうん、確か名前だった気がするけれども、それにね、またこの茶色のシートっていう色の組み合わせもなかなかやっぱ洒落てるんですよ ね、はい、ね、普通は黒だと思うんですよ。あ、そっか、まあそうですよね、バイクのシートでほとんど黒なんで。じゃあこのバイクって、まあ、やっぱり趣味性の高いバイクみたいな分類なんですかね、うん、まあ簡単に言うとやっぱおしゃれ、おしゃれバイクね、おしゃれ系だと思いますね。なるほど。で多分これはもうベースだけど、はい、こっからこれをバンバンカスタムしていくと思うんですよ。あ、うん、カスタムのベース最適だし、はい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 、シンプルじゃないですか、はい、でこのバイクが日本で発売されることの意味は、うん、この後アフターマーケットがすごい盛り上がると思うんですよ。それな、それな、なるほどなるほど。ヤマハの SR っていうのはもう本当にカフェレーサーにしたり、はい、スクランブラフにしたり、はい、やっぱりシンプルなバイクだから、あれをベースにいろんなカスタムが、うん、そうするとそういうパーツとかショップも盛り上がって、はい、多分これもそういう存在になりそうですよね。はあ、なるほどね、そういうことなんですね、うん、しかもこれ
ヘッドライトとかも僕詳しくないんですけど、これ LED なのかな。これはね LED ではない。あ、LED ではないけど、ちょっとそういう感じですよね。はい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 、ですごくね、ヘッドライトは、うん、実はモダンな造形になってるんですよね。そうですね。これただクラシックじゃない。これリング、あれリング光ってるのかな。リングは光ってないの。リングはね、これは光ってないかな、うん、あの S の方はリングが光るって言ったけど、これは光ってない。あ、これは光らないんだ、うんうん、なるほど。でもここ LED だから、これ、うん、多分豆球じゃないな、これ、うん、多分こっちも LED だもん、この光り方。そうか、間違ってた、これ、うん、LED、LED、LED、お願いします。はい、お願いします。すいません、あんまり詳しくないこれ S だとこの周りが光るってこと。そうと言ってますね。はー、なるほど、なるほど、そういうことですね。しかしでもバイクの形状としては、まあ、非常になんかこうクラシックというかシンプルな感じではありますよね。シンプルなんだけど、やっぱりこういうヘッドライトとか、はい、あの結構薄いこのメーターとか、いろいろと今風にモダンにはしてあるので、うん、古臭くはないっていうのが、はい、いいとこじゃないですかね。これハンドルはこれ何ハンドルって言うんだろう。まあ、あのアップハンドルですね。はい、うん、だからこうちょっとまたがってみてもらっていいですか。またがると、はい、すごい、あのポジションが、あ、意外になんかすごい楽ね、うん、アップライトな感じになってます ね、 ですね。でちなみにバイクに乗るとすごい大切なのは足つきって言われるんですけど、はい、足つき、はい、僕は身長172.3で、はい、172.3で両足が、まあちょうどぴったり、本当だ、引くぐらいだから、うん、これあの女性が乗っても160センチぐらいの女性だったら全然、まあ、あの普通に不安なく乗れると思うので。あ、ちょっと俺もやってみたい、それ、うん、これはいいですか。ちょっとじゃあこれここでちょっと構えていただいて、うん、ね、僕はあのちょっとこれ回ってんの、回ってます、回ってます、はい、僕はあの身長168センチで、はい、足は短いので、あ、これだこれだ、ちょっと後ろに回りますね、はい。ちなみに川口学さんで足つきは、あ、結構つま先立ち、つま先立ち僕足短いしねいやでも あのある意味日本人体型ということで、ある日本人体型すごく参考になると思います。168センチで私は多分相当短いと思うんで、ただ、うん、普通バイクに乗るときは片足ステップに乗せることが多いんですよ、止まるとき。そうですよね、そうですよね、うん、だこの状態なら、この状態だと、この状態だとこう普通に、うん、ついて別にまあ苦はないです、不安はないです、苦はない、苦はない、うん、そういう意味では、まあ、全然乗りやすいですね。僕はあのなんだっけ、ドゥカティのモンスターとか、うん、ドゥカティのスクランブラー乗ってましたけど、それと比べると、スクランブラーと比べると若干ここら辺なんかワイドな感じがします、うんうん、タンクが特にすっごいワイドなタンクだなと思った。僕も実車を見て思ったのは、思ったよりも大きい。あ、まあ、ある意味立派。意外に大きいですね、うん。で、燃料タンクすごい大きいと思います。ね、かなり大きいので、これが結構びっくりしました。かなりこうボリューム感ありますよね。そうですね。だからドカティのスクランブラーだと、うん、排気量の割に 800cc の割に乗った感じ、うんうん、もっとちっちゃいバイクみたいじゃないですか。でこっちは逆に350だけど乗った感じがもうちょっと上のサイズのバイクに感じるような、そんなところですよね。だから男性が乗ってこう人と一体になってサイズ的に非常に堂々としてるっていうか、うん、小さいバイクに乗ってるって感じがないですね。ね、ないですね、うん、なかなかいい感じですね。ありがとうございます。ごめんなさい、取らしちゃって、はい、すいません。あとはなんか他にこれ見るべき部分というのはあるんでしょうか。まあでもこれはあれか、あ、はい、そうね。だからさっき言った、うん、向こう側になりますけど、ちょっと教えてください。深すぎる。いや大丈夫ですよ、うん、これね、はい、クラッチ、うん、これがまああのバイクのギアなんですけど、はい、普通オートバイっていうのはこうやってまあニュートラルからローに踏み込んで、はい、その後こうギアを2速3速4速とこうアップしていくんですけど、はい、これも同じなんですけど、このペダルがこうシーソー式といって、うん、後ろにもありますよね。でこれはどういうことかというと、はい、要は例えば一足にダウンした後アップしていくときに、はい、うん、普通はこうやるけど、うん、こうじゃなくてこれはかかとでこうやって、あー、なるほどね、上げていけて、はい、そうするとこのつま先のここを痛めたり使わなくて済むっていうメリットがあるんですよね。まあ、こうやると必ずこう靴痛むんですけど、そうですよね、そうですよね、こうやらなくてアップはかかとでこうやってもいいと、どっちでもいいんですよ。
じゃあ割と おしゃれ靴でも乗れるみたいな、そうですね、そんな感じなんですか。割とこれはハーレーなんかではよくあるタイプなんですけど、うん、スポーツバイクであんまり使わないんで、うん、はい、ちょっと珍しいんですけども、え、割とじゃあなんか商用車じゃないけど、うん、実用車っていうかそういう感じのスーパーカブとか、ああ、そこ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 、あのこういう感じなんですけども、はい、まあ、これはちょっともしかしたらインドの、あのオートバイの使われ方のことも関係してるのかもしれないです、はい、うん、あ、なるほどね、うん、そういうなんか実用的な使われ方も関係していると。そう、すごい実用的。例えば最近のバイクってセンタースタンドがないバイクがほとんどなんですけど、はい、これはあのちゃんとセンターもあついてるんだ。ついてるので、あ、本当だ。これがあるとやっぱりしっかり止められたり、あとメンテナンスする時とかも非常に、うん、まあ、しやすいと。で、あとは地味なところで、うん、このグラブバーっていうのがあって、はい、これももちろんタンデムの人が捕まる意味もありますけど、はい、荷物をこう縛る時のこういうフックになってるので、はいはいはい、非常にだからツーリングとかにはこれがあるとめちゃくちゃ便利ですね。結構実用的なんだ。かなり実用的。はい、なるほど。はい、わかりました。よく売れると思いますね。売れる。売れそう。まあ、まあ、でもなんか爆売れしてるらしい。もうね、もうすでにそうかも。いう話ですよね。なんかね、はい、やっぱりでもそういう意味では値段と見た目がやっぱりかなりあのいいという感じなんですか、関係が。そうですね。うんうんうん、先に値段聞いた時に、うん、現物結構安っぽいのかなと思ったら。うん、実写見たらあれ全然、ああ、じゃあ質感高いってことなんだ。質感高いなっていう、ほう、なるほどね、感じなんで、うん、うん、見てやっぱりがっかりしないっていう。じゃあそのまま乗ってもいいし、まあベースに改造するベースにもなるっていう、そうですね、ことですよね。まさにシンプルなんで、はい、いじることもできますし、はい、まあ乗ってみたら分かると思います。乗るといいです、とにかく。あ、いいんだ。うん、すごくあのだいたいどんな人が乗ってもいいねってなるような感じに仕上がってる、うん、ああ、なるほどね、うん、そういう意味ではこれはバイクとしては別にカリカリ走る感じではなくてのんびりです。のんびり走る、そういうタイプっていうことです。ちなみにあの最高出力は20馬力です。20馬力あ、非常に低いです。低いですね、うん、そうなんだ。そうですね。車重なわけ189ぐらいあるのかな。どうだろう、車重もちょっと今そこに、うん、軽いけれども、うん、20馬力は少なすぎるだろうと。そう、アンダーバーではあるけど、でも乗ると多分ね、うん、あんま感じない、気にならないし、飛ばす気にはさせないので、へえ、いいと思います。ちなみにすっごい素朴な疑問なんですけど、はい、これ ETC とかついてるんですか。バイクの場合は ETC は後からつけていただくようになって。あ、なるほど、はい、この車には今ついてないということですね。そうですね、この候補車にはついております。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとちなみにエンジン音を、あ、そうっすね、うん、聞いてみたいんで、いいですか、ちょっとやっていただいてよろしいですか。はい、これまずアイドリングはすごい静かです。おお、牧歌的と言っていいぐらい抑えられてる。でも限りはいいんですけど、これアクセルを開けるとすごくね、いい音が出ます。あ、ちょっとじゃあ まずこの状態で10秒ぐらい取ります。はい、じゃあアクセルを開けていただきます。はい、軽くやってみますね。はい、いい感じじゃないですか。ナイス。なんか懐かしい感じ。これね、とにかくすごいロングストロークエンジンなんですよ。はいはいはい、うん、だからやっぱりその歩道感みたいな、うん、あの一発一発の爆発感がすごいはっきりあるんで、うん、それで、ね、乗るとね、嫌な振動は抑えられてる、うまいこと。はい、そういうものなんですね。非常に気持ちいいとこだけ感じられるので、あの息も加速というか、もう息が長いし、楽し乗って楽しいと思います。ちょっとじゃあこの感じがですね、どんな感じなのか試乗してみたいと思いますが、私久しぶりにバイクに乗るのでまずちゃんと動かせるのかっていうのが心配ですけれども、じゃあですね、川口さんに手ほどきをいただいたので実際に使用してみたいと思います。ありがとうございました。はい、これがウインカー。そうで、まあ、あとこれがセルス、セルスターターだけ、はい、たまにあのウインカーを出す時に俺もやったけど、こうビーって鳴らす。ああ、なるほどね。それをやらない。はい、というわけで乗るところまで見ていただきましたけれども、はい、次の
頭出しができるのかどうかがかなり不安でございます。いや、次の頭出しができるまで待ってますんで。なかなかあれですね。あれ、このままいけそう、いけそう、ちょっと待ってくださいね。あ、ダメだ。いやでもよかった。ああ、川西さん見てくれてる、ありがとうございました。川西さん、あ、たっぷりとたっぷりと説明いただいて、ほぼノーカットのまんま流してますけれども、はい、そうなんです、そうなんです。なっちゃんとツーリング行く気やねって。いや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 、ねえ、でね、今回ですね、実際乗って今これからですね流しますけど、撮影したんですが、ここに GoPro つけたんですよ。で、だけどちょっと角度を間違えましてですね、僕が運転してるとね、ほぼ路面しか見えないっていうね先が見えない絵になってしまったっていう、そんなですね、あ、スーパーヘッドさん、ナイスパでございます。ナイスパです。バイクも好きなので GB300 でやってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。いいですね。ね、準備できました、うん、で、結構1450人の方が見てるってね、すごいです ね、 ね、いつも車と同じぐらいご覧になっていただけるっていうね、すごい、車のチャンネルでこんなにバイクを見てくれるなんて、ね、しかも別にインプレッションするわけでもないっていうね。メットカメラ難しいね、あれだから構えたところで見ないとダメだから、そうだよね、iPhone で一回チェックして、もしくはここにつけないとダメだね、横ね、うん、横、あの僕らね、うん、白バイのドキュメンタリー撮るときに横につけるんですよ。ああ、やっぱか目線が、そうなんです、こうあれですよね。あ、ラブリーバー正雄さん、ナイスパでございます。あ、僕が最初に買ったバイクはドゥカティモンスター797です、あ、バラブさんと一緒ですし、あ、一緒です。僕はね、モンスターいくつだったっけ、69なんとかじゃなかったっけ、696だっけ、確か、そう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 、で、あれですよ、ヘルメットのままトイレ行って、まなぶさんのまなぶさんがあって面白いじゃないかよ。ね、あとここにつけるのもありましたよね。ああ、胸のとこね、胸のとこも割とこう下向きやすいですよね。三倉みどりさんは、私は顎カメラ、あ、顎ね、おー、ね、ほほほほ、あ、あ、そっか、メットの口元の下ね、そういうことだね、へ、はいはい、ここいいのかな、うん、ここなのかな、それ今日ね、あの、こう、あ、696、今日ね、こういう、なんつうの、うん、ヘルメット、まあ見ればわかる、見ればわかる、だけど、顎を今日はこうつけないで後ろに回しちゃった、あ、あの、アップライトするやつね、そうそうそう、上がるやつ、そう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 、はいはい、なのでこれね、すごい雰囲気も良かったです、あの GB350 は、うん、本当に、まあ今見ていただいた感じでなんかちょっとクラシックな感じで、はい、だから川西さんも言ってたけど、うん、あのあれですよね、カスタムしていくのが流行る、あ、ルーフのヘルメット、川西さん、それな、さすが、うん、顎マウント考えよう、じゃあ今度 ね、はい、で、ちょっとね、だからヘルメットのここにつけているのが、うん、多分映ってる、見えると思いますんで、はい、でちょっとこれ最初に川西さんから、話を聞いて、ちょっと練習でこの周りをぐるって回った時のやつで、その時喋ったのが一番喋ってて、その後豊洲から青山まで高速乗って行って、うん、走ってんのも撮ったんですけど、ほとんど喋ってないっていう、うん、はい、あ、360度カメラもいいですね、はい、あー、ルーム前ホビーさん、ありがとうございます、はいはい、よし、じゃあそんなわけで後半戦いいですか、はい、後半戦行ってみよう、皆さんこんにちは、ラブカス TV 川口学です。ラブカスではなくて今日は開けると、スタートだけ、はい、まずちゃんと動かせるのかっていうのが心配ですけれども、じゃあですね、川口さんに手ほどきをいただいたので実際に使用してみたいと思います。ありがとうございました。はい、これがウインカー、そうで、まあ、あとこれがセルスタートだけ、はい、たまにあのウインカー
回を出すときに俺もやったけど、こうビーって鳴らす。ああ、なるほどね。それをやらないように。さっき言った、うん、まあそのシーソーも、まあ余裕があるときは、かかとでこうアップするのを試してみたらいいと思うし、はい、ギアはあの5速なんで、普通6速が多いんだけど、はい、あのこれは1速が少ないけど、うん、すごいもう、なんていうかな、下から上まで長いんで、全然5速。これクラッチ？それクラッチよ。そういうレベルか。クラッチめちゃ軽い。軽いな。あれ？あ、今、12周も。ここにギアはさ、出るから。ああ、そっかそっかそっか。で、これで行けばいいんですね。よし、ちょっとじゃあ行ってきます。久しぶりに寄った。めちゃくちゃ緊張するわこれ。あーでも気持ちいい。いい感じ。いやー気持ちいい。最高じゃないですかこれ。なんか僕インプレッションできるぐらい の経験がないので全然あれですけど、むちゃくちゃ乗りやすいですね。とりあえずで、あのもっと振動がすげえどこどこ来るのかなと思ったんですけど、全然そこまで振動も来ないんで、なんかすごい思ったよりマイルドな感じがする。めっちゃガコンってなってる。だやっぱあれですね、20馬力って言ってましたけど、全然そういうパワーに対する不足な感じっていうのは僕には全くと言っていいほど感じられないところでございます。むしろこれで十分というか。あーでもこれ気持ちいいな。なんか全然スピード関係なく気持ちいい感じがあります。ただやっぱりアップライトなんですごい風圧がかなり来る。車がいかに安楽かがよくわかるし、車がいかにね、いろんなフィルターがかかってるかっていうのが改めて分かる感じですね、これね。このちょっとこう負荷がかかってるあたりのところのトっていうのが気持ちいいですね、これね。いいね、いいね、最高です。超乗りやすい。思ったよりなんかバイクも軽く動くんで、本当になんか扱いやすい感じですね。さっきもコーナリングした時もコーナー結構気持ちよく曲がってきたんで、初心者にも本当に扱いやすいっていうのが、僕がこれだけ運転できてるってことはその証でしょうね。無駄に吹かしたくなる。このなんかちょっとこうトトントトンっていう爆発する感じがやっぱりいいですね。だから僕多分あの本当のシングルだともっと振動がでかくてすごいんだと思いますけど、このくらいの方がいいわ。音だけ味わえて、あとは回転はすごいスムーズなんで、その方が逆に僕みたいなビギナーにとってはいいと思います。不安にならないので。はい、というわけで乗ってきました。これはなかなかにナイスな一台でございます。めっちゃ乗りやすい。乗りやすいでしょ。うん、かなり
ていうか、ね、20馬力で十分だわ。そうそうそう別にそれでね飛ばすバイクじゃないし、ないし、うん、おじさんには十分な、おじさんにはいいでしょう、穏やかで。というわけでご覧いただきました、いかがでしたでしょうか。このね運転してるこの画面がこうやって見たくなるっていう、もうちょいっていう、こう下から覗き込みたくなっちゃうねえ本当にねえ。でもすごい楽しそうだった、めっちゃ楽しかったねえ、すげえ楽しかった。バイクめっちゃ遅いあのバイクだと思いますけど、うんうん、でも全然そんな関係ないですよね。へえ、なんか今日ねカーブで、うん、こう内側に倒して曲がった時に、ああ楽しいなと思って、そうだからもうちょっとこうやればよかったです ね。それだけです、うん、今日の反省はまあここにつけろって話は横、ね、次は横につけて、はいはい、限定会場はね、であと引っ張り取ったのね、だから川西さんに車を運転してもらって、うんうんうん、その後ろでこうやってビーンっつって、あの引っ張り台が入ってくるから安心する、そうそうそうね、ほっとしますよねちょっとね、うん、あれね、いやよかった、うん、あのねでかいよ結構バイク、うん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 、俺前乗ってたスクランブラーが、うん、あれ 700cc か 800cc ぐらいだったんだけど、うん、あれはねそんな排気量あんのに、うん、400cc ぐらいの感覚だなみたいな感じなんだけど、こっちは逆に 350cc なのに、うん、7半みたいな感じなの。へえ、結構タンクがすごいぶっとくて、そう取り回しは取り回しはでも全然あそんな感じない、うん、感じなかった。そうなのそうなの、あロードスターに確かに似てるよね、早くないのに楽しいっていうのはね、そう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 、はいはいはい、そうなの。へえ、白川さんナイスパでございます。ナイスパです、楽しそうですね。私は平成10年式のホンダシャドウ7半を乗ってます。すごい、ね、いいっすね、うん、ただね俺ね、あのね楽しいなと思ったけど、うん、自分で買ったらね、うん、多分ねちょっと飽きると何でかというと、うん、僕ね最初川西さんの勧めで、うん、モンスター買ったんですよ。ああはいはいはい、でモンスターすっげえ良かったの、うん、ちなみにドカティはあのその最初に買ったモンスターは、うん、あれなんつうの、ツイ V ツインだっけ、 V, あ V ねかな、はいはい、V ツインかなんだか違う、なんか2気筒のやつなんだけど、こういう、うん、確かこういうやつなんだけど L ツイン、え、なんだよ、分かんないけど多分誰か書いてくれると思いますけれども、うん、それはね最初にエンジンかけた時エンジン壊れてると思いましたからね。あこれよりだから全然振動が、はい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 、そう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 、L 型か、L ツイン、L ツイン、 L 型っていうんだ、 L ツインで、あれ振動すごくてぶっ壊れてんじゃねえのこれと思って、うんうんうん、そうだけどねすごいね、それがねいいんですよ。こう最初だからアイドリングの時とかボコ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 ってなってて、なんかこうガク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 ってなってるのが開けていくとブルルルってこう揃ってくるみたいな感じの不協和音がちゃんと和音を奏でる、そう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 、あれがすごい好きで面白い、振動が結構あるのがすごいいいなと思ってですね、そうで。それが好きで、あとモンスターってちょっと、うん、あの前のめりなんですよ、うん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 、でそっからあのスクランブラーが出た時にスクランブラー買ったんだけど、うん、スクランブラーは、まあ、新しくなってエンジンは確かに、まあ、L2 になったのかなあれも、うんうん、だけどちょっと洗練されてたのかな、まあうんうん、モンスターのやつより。それであのねスクランブラーはさっきの GB みたいにアップライトだったんですよ、はいはいはい、で俺ねあのやっぱりアップライトだとボーボー来て、うん、風受けるからね疲れちゃうんですよね。疲れる疲れる。あとまあ妄想レーシングの話ですけど、うん、スクランブラーモンスターは、うん、まあいい速度までパ、うんうん、ッていける、うんうん、こうやってやってればね、はい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 、いけるんですよ。でだけどスクランブラーと同じことをやろうとするともう、まあ、無理、もう絶対離れちゃうみたいな感じになる。体持ってかれちゃうから、まあなるほどね、GB はでもそこまでスピード出ないんで、あ、まあ、それはだから楽しいんですけれども、はいはいはい、そういうねちょっと牧歌的な感じでいいと思うんですけれども、そう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 、なのでそのねモンスターみたいにこうちょっとね少しだけこう、うん、なんつうんだろう、前傾になった方がね、はい、いやモンスターは、うん、あの本当に透明の一番右の車線をめっちゃ買っとんで、
いやこれすげえ死んじゃうなと思いながら乗った記憶があって、コーナーで倒す時も気持ちいいよね。気持ちいいですよね、本当に。あ、川西さんが書いてくれてる、ドカティのバイク作りではホンダでは基準に満たないができないってホンダの人が言ってたって。あ、そうなんだ。なるほどね。まあそういうことですよね。まあ、車は本当そう、トヨタ基準だとできないものとか、まあ、だからあれですよね、いた車の良さってそういうところがあったりしますよね。うん、うん、そう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 。だからね、あれなんですよね、スクランブラーだと120キロがちょっときついですね、やっぱね。うん、最近言葉を出さない魔法を、うん、覚えたっていうね、今日撮影した、うん、昨日撮影したとかね、うんうん、はい、僕昔、うん、あの川崎の FX 乗ってたんですよ、400、まあそれはあの割と風受けるやつでした。受けるそれがでも好きだっていう人もいますよね、うんうん、そう。だからカウルがついてるとまたね全然違うもん ね, ね, ね、確かにね、レーサーっぽいやつ、そうね。うーん、ちょっとあれ、川西さんこういうバイクのやつね、うん、チャンネルでやればいいじゃないですかね。うん、バイク TV ね。ね、うん、そうそうそう。ね、うん。まあでも今日のやっぱり GB350 は20馬力しかないのが、うん、まあ、そこが魅力じゃないですか。いい、うん、ね。これが、うんうんうん、と思いました、ね。でもすっごい楽しかった本当に。という、あ、もう10時になっちゃったよ。1時間経っちゃったよ。やべえやべえ。ね、車もやんないと。そうそうそう。はい。で、お次は全くこの対局にあるようなお車でございますけれども、はい、あれです、今 FX400 万円、そんな高級車なの。あれ高瀬さんって中面、中面、あ、中面小僧、中面これが言いたかったんだけどねこれが言いたかったんだよね右京さんが、そう、右京さんがさ、最初大型取ってさ、中面構造って言ってたでしょ。そう、いや右京さんは中面しか持ってないでしょ。あ、そうなんだ。右京さん確か中面しか持ってなくて、 KTM の、うん、なんか買った380だっけ、乗ってたね、うん、で買ったって言って、あ、中面構造ですかっつってF1 ドライバーだったら中面構造なんだ、中面構造ですねみたいなまあ俺はそれが言いたいがためにね大型取ったっていうのもねありますけれどもねはい、まあそれはいいとして、まあ、またたまにちょっとね、いいね、いいですねこういうのもね、たまにこれね。でもね、あれですよ、うん、あのホンダと BMW に候補者のバイク借りたら、うん、U に多分100に近い台数があるんじゃないですかね。あ、6台、そこまでいいか、6、7台。BMW、あれがあるじゃないですか、うん、電動のバイク。あ、電動、あ、ほら、あの、マラソンの先導車やってたやつ。はい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 。あれ、すごいいいですよ。ね、俺、あと今日、GB350 乗って、こうやって、川西さんの車の後ろ、ついてるときに、一瞬、うん、あ、俺、トム・クルーズっぽいと思って。あの、BM のあれを借りたくなった、S1000かなんかを借りたくなって、やべえ。で、俺、これね、うん、今日今流してないやつのところで、あの、喋ってるんですよ、うん、いや、俺ちょっとトム・クルーズっぽい、でんて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 んみたいな。いや、でもね、バイクってなぜか脳内に曲が流れてる。そう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 、わかるっていうね、はい、はい、ということでございましたさて、そんなわけで次は対局の車でいきたいと思います、はい、メッセス AMG の GLE63S でございます。これちょっと長いんですけれども、はい、まあ、あの、行ってみたいと思いますので、もしかしたら途中で止めるかもしれません、はいはい、というわけで VTR スタート。ラブカス TV 川口学です。今日はメッセス AMG GLE63S、 私が乗っていた GLE の最強バージョンということで、まあ、プリンちゃん最強バージョンと言ったら怒られるかもしれないですけれども、そんな一台でございます。ド迫力、こちらを内外装徹底チェック行ってみたいと思います。さあ、メルセデス AMG GLE63 ということで、もうかなりの大きさですけれども、まずはボディサイズ行ってみたいと思います。全長は 4955mm、 わずかに5メーターを切っております。そして全幅は2020ミリ、
これは通常の GLE の 400D スポーツカーと一緒ですね。 2020mm、 そして全高は 1785mm、 さらにホイールベースは 2995mm というほぼほぼ 3m に近いホイールベースを持った1台ということになるわけでございます。そのサイズはかなり巨大というのはご覧になっていただければもう一目瞭然と言えるものでございます。ご覧のようにフロントグリルがまずパナメリカーナのグリルになるということですよね。縦の線が入ったグリルになるということで、これがまあ AMG モデルの証ということになるわけですね。でさらにバンパーですけれども、このように非常に大きな開口を持った風に見えるデザインになっています。実際にはここが開いてるだけという感じなので、意外はですね開口少ないんですけれども、まあ、最近本当に空力はよく分かんなくて、例えばこういう部分のダミーの部分も風を流すのに一役買ってたりするということなので、おそらくこの部分の段差なんかは後ろに流れる空気をこのように剥がすような、そんなですね役割を持っているのかなと思われます。それが証拠にここから通常モデルだったらエアを入れて後ろに出しているわけですけれども、このモデルはちょっと入れ方出し方が違いますよね。出る方向はあっても入れる方向が微妙なところでどこだかよくわからないという、そんなものになっています。ちなみにメッセスのマーク非常に巨大で大きすぎじゃないかという方が結構いますけれども、よく見ていただくとここに熱線が入っていることからも分かりますように、ここにはアダプティブクルーズコントロールとかそういったものに使うためのレーダーとかいろいろ機械が入っている重要な部分ということになるわけですね。それにしても強烈にでかい、かなりでかい、このような感じで、まあ、相当存在感があるというのが特徴ですよね。ではサイドからこの車のデザインをちょっと細かく見ていきたいと思います。で、最近のメッセスデザインはセンシャルピュリティ、純粋な官能というですねキーワードをもとにデザインされているわけですけれども、まあ、こうして見てお分かりになりますように、 GLE の場合もほとんどキャラクターラインが少ないですね。ここに1本入っているのと下に1本入っているというぐらいで、それ以外は豊かな面で構成しているデザインということになります。で、面白いのは GLE の場合はこのピラーがですね、なんかこうセダンっぽい形をしているのが、まあ、代々特徴なんですよね。なのでこのハッチの部分の黒い部分隠すとなんかセータカのセダンみたいな見栄えがしていてですね、これがなんかちょっと格好悪く見える時もあるというのが特徴というか、そういうふうに見えることがあるんですよね。ちなみにこのピラーの上の部分にはこのようにプレスが入っていて、ちょっとこう線が強調されているような、そんなデザインになっております。で、まあ、MSS の常でウィンドグラフィックはアルミのモールで囲われているんですけれども、これが、まあ、結構曇るというのが定番となっております。はい。で、リアからの見た目ですけれども、このように、まあ、リアは通常の GLE とほぼ変わらない見た目になっているわけですけれども、やっぱり元々が幅広で、フェンダーがかなりこのように張ってるんですよね。なので相当にワイドに見えるのが特徴ということになります。で、この辺りのパーツは全然変わらないんですけれども、 GLE63S のロゴと AMG のロゴが入るというぐらいの違い、しかしながらバンパーがやっぱり違いますよね。特にこの下の部分、はい、この四角の4本出しのマフラーを抱えたバンパーがよりワイドな印象を与えるというのは間違いないわけで、センター部分にはディフューザーがちょっとこう入っていて、そしてマフラーはですね当然、はい、リアルでございます。ただしカッターで、このねカッターのね素材が結構いいんですよ。艶消しのですねちょっとシルバーなのかブロンズなのか、そんな感じに見えるものになっていて、でここに AMG のロゴが入っている、かなりかっこいいものになっております。まあ、この辺りが大きく違うところというわけですが、やっぱりなんといっても最大の違いはタイヤですよね。タイヤ&ホイールご覧になっていただくとお分かりになりますように、これはですね横浜のアドバンスポーツ V107、 これ MO が、はい、ついてますので、メッセージの承認タイヤですね。でフロントのサイズは285の 40R22 という22インチサイズのタイヤが装着されています。しかもホイールはこのようにセンターロックのホイールが備わっていて、なおかつドリルドの、はい、モーターと巨大な
赤キャリパーが備わるという組み合わせになっておりまして、相当に迫力があります。でリアの方は、はい、325の35の ZR22 ということで、リアはさらに極太のタイヤが備わっているということで、まあ、AMG は後輪の方が太くなりますので、そのあたりがですね、やっぱりこれだけ極太なタイヤが備わっています。でサスペンションなんですけれども、この AMG の GLE の63の場合、通常モデルはメカサス、エアサスがあるんですが、この車の場合は、はい、エアーになっているのが見えるかと思います。ユニットがね入ってますよね。ちゃんとアッパーアームにも AMG の文字入ってるんですね。ここ見えますね。でさらにリアですけれども、リアはちょっとユニット見えないんですけど、リアも当然エアサスということになるわけですよね。でさらに AMG の場合はここ見ると、床下に太鼓の後ろにここのシルバーのギザギザのものがありますけれども、これがねおそらく電動スタビみたいなものだと思うんですよ。ここに今スタビの黒いバーが入って、このシルバーの筒の中に入ってますけれども、ここで 48V を使ってこれを動かしてあげることによってロールとかを抑制する、そんなシステムが備わっているということになります。そのはずでございます。あっす、はい、開けますと、うわ巨大だな。4リッターの V8 ツインターボ、こちら搭載されております。作った人は、はい、パスカル・ルディさんですかね。 AMG はワンマンワンエンジンなので、このエンジンを1人のエンジニアが全て作り上げるという方式を取っているということになります。でスペックですけれども、最高出力が612馬力、これ5750回転から6500回転の間で発生して、最大トルクは850ニュートン、これを2500回転から4500回転の間で発生するということになります。でこれを電子制御の急速 AT、 AMG のスピードシフト 9G トロニックだったかな、に組み合わせているということになるわけですね。でちなみに急速 AT を介して、この、はい、フォーマチックプラスとありますけれども、状況に応じて前後のトルク配分を改変してくれる4駆システムにつなげているというのが、この63S のメカニズムということになります。ではインテリアをチェックしたいと思います。ドーン、ド迫力。造形自体は変わらないんですけれども、まずご覧になっていただいて分かるように、まあ、レザーが全面貼られていて、ステッチはグレーのステッチが入ってますね。そしてカーボンパネルがここに入っていて、ブルメスターがついているという、もう豪華仕様。ここもレザーです、ここもレザーです、ここだけハードプラです。はい、あとは全部レザーということになります。しかも、はい、インテリアもこちらがカーボン、こちらもカーボン、こちらもカーボン、もうカーボンとレザーのすごいもう祭りみたいな感じになってますね。そしてシート、これね内装ブラックだけれどもかっこいいですね。グレーステッチで、なおかつこの AMG のエンボスが入っていて、でブラックなんですけれども、このようにところどころにディナミカが入ってるわけですね。ディナミカとレザーのツートーンということで、これが渋かっこいい、とてもいい感じの雰囲気を作り上げております。サイドステップは通常の GLE と同じということになります。 AMG のスカーフプレートがあって、まあ、ペダルも同じですね。アルミのペダルになっております。乗り込んで、はい、もう巨大なパネルが目の前にあるのは他のモデルと同じと。でこのように目の前のパネル、メーターに表示されているのが AMG 専用のグラフィックがあるということですね。まあ、これ様々に当然切り替えられるんですけれども、見た目がですね AMG の独自のグラフィックになっているのがまたいいところですよね。ちなみにこれはもちろん変えられるので、表示をですね、はい、スタイルと表示というのがありますけれども、これをスポーティーにすればこのような感じで通常のメルセデスにもあるものになるわけですけれども、やっぱりもうスーパースポーツというのがいいですよね。これが AMG らしいところと。
これですね、トラックペースで、まあこれはサーキットのみで使うモードになりますけれども、はい、このように富士スピードウェイで走る時にですね、計測ができるというそんなものになっております。 LED のことですね。でこの車の場合は、はい、グラスルーフがあってサンルーフになってますので、シェードを開けるとシェードがすごい奥まで行きますので開くのに時間がかかる。これだけの、はい、ルーミーな室内が出来上がるということになるわけですね。で当然サンルーフもついてますから、サンルーフ開けますとこのように、はい、まあ空いてる面積はそんなに大したことないと。はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLE63S クリンチャー最強バージョン、こちらをですねチェックしてきました。いやー、やっぱりねすごいですね、内容が。値段も今ここにリストを出しますけれども、2000万を超える総額ということになります。まあこれは仕方ないところですね。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV でというわけで、車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価もよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口まりでした。はいはい、というわけでご覧いただきましていかがでしたでしょうか。 GB350 からだいぶ変わったないやーすごかった。ゴージャス。これあのエンジンかけた時に、最初のところにあのエンジン始動した時に普通の AMG だったらボワンってなるんですよ、だけどこの GLE63S はドゥンつってドゥンつってかかるんですよ。これなんでかっていうと、セルがないからです。あ、はい、セルはなくて ISG がついてるんで、4リッター V8 ツインターボと急速トランスミッションの間にモーターが入ってて、でそれが始動してるわけですね。モーターでエンジンを最初の始動が、そうなんです。でアクセル踏んでスタートする時も、普通の車だといくら V8 の 850Nm でも、アクセル踏んでから回転が上がって動き出すんですけど、これの場合は最初のところはモーターでフッて動かしてくれるから全然レスポンスがいいっていう、そんなものになっておりますっていう車でございました。モーターとエンジンのいいとこ取り、はい、僕の乗ってたプリンちゃんの最強バージョンという、そんなですねものでございます。これ1958万かな、です。ということで、そんなわけで、はい、いやなかなかいい一台です ね。GB350 との値段差がすごい1958万と50万円だからね、おかしいわね。あ、もうこんな時間ですね。あ、本当だ、半になったら終了かな、そんなわけで、お届けしてきましたけれども、来週は、はい、来週18日はどうですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ピース。こう明日はレクサスの NX が発表されます。来週は15日に国産の車と輸入車の車が両方一緒に発表されます。はい、17日になんかマツダの技術発表があります。っていうような感じで、いろいろ。いやでも目白押しですね。はい、ここのところずっと疲れて、なんか
かなり疲れてきてる感じでございますけれども、まあ、あの無理しないようにね、本当ですよね、マカンターボの試乗動画ってもう流したんじゃないの。あ、高橋さんありがとうございます。ナイスパでございます。ナイスパです。久しぶりにバイク乗れてよかったですね。ありがとうございます。で、高坊さんありがとうございます。ありがとうございます。のベッチブやチェアースが悪いのは本当ですか。チェアースは GLE はずれてましたよ、ちょっと、うん、チリはこれで、ね、今のやつはそんなにずれてなかったですけどね、うんうんうん、はい。ピロジンさんナイスパでございます。24時間耐久ドライブライブやってください。それすごいね。それすごい、ね、それ一人でね。なんかこの間の、うん、24時間の富士であったレースで、うん、なんかカメラマンの人がずっと24時間撮ってたっていうのなんか記事上がってましたね。すごい、一人で素晴らしい、すごいですよね。ねえ、さて、GLS でゴミちゃんがチェリーが合わねえって言ってたのはあれでしょ、俺が自分の GLE で説明してあげたのを覚えててGLS でも見てやったやつでしょ。眉つばるねえ、コロナワクチン予約しなきゃいけないですね、うん、24時間ドライブライブだったら何人だろうね。ねえ、まあ、5、6人いないと死んじゃうでしょ。ねえ、うん、死んじゃいますよね相当に。かなりきついですよね。ねえ、うん、夏にやってる12時間耐久は、うん、いつも4人、5人、6人ですね。なんかマカンターボの動画がないって言ってる人がいますけれども、本当マカンターボの動画はやってます、うん、はい、調べてみてください、うん、ね、GLB あれなんすか、いいんじゃないですか、うん、ね、はい、何でしょう、はい、いや、コロナワクチンってもう予約できるんですかね、普通の場所によってできるみたいですね。へ、それは、はい、そうなんだ、うんうんうん、住み抜くところ結構早いらしいですよね。あ、進んでるんだな、ね、そういうところ。あとなんかうちの息子が今日スポーツクラブでバイトしてるんですけど、はい、なんかやる、もうできるみたいだみたいな。あ、素晴らしい、自分も打てって言われたみたいな。へえ、はい、正幸、いや、柳田さんありがとうございます。ナイチャーチボックスター契約しました、おめでとうございます。おめでとうございます。アナムさんにおすすめのオプションを聞きたかったのですが、契約から発注まで時間がなく間に合いませんでした。スパチャーナイチャーチにしようと思ったら入力方向が上がってありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、相談していただければ、はい、お答えしますんで、ぜひ、はい、よろしくお願いします。梅沢さんナイスパでございます。ナイスパです。せっかくなんでナイスパしたから、ね、なんか質問あれば、コメントなり質問なり、はい、していただければと思います、うん、いかがでしょうか、どうでしょうか。梅沢さん待ってますんでよろしくお願いいたします、うん、はい、はい、ねえ、なんか裏で24時間、うん、テレビの話が盛り上がってるんだ、24時間ライブ。リレーロードムービー、リレーでロードムービー、マーティー・マクライさん、川口さんこんばんは。休止時からのエンジンカバー、左右の9本バーは樹脂オンリーですか、デフォルトで色ついてますか、変えられる方はシルバーに塗られているようなんですが、これね、うん、色変えられるはずですよ。僕のは黒で、はい、黒なんですよ。樹脂オンリーっていうか、樹脂のところに真ん中にバーがあって色がついてて、僕のは多分黒だったと思うんですけど、あれね、色変えるオプションがありますよ。すごい、さまざまなところにオプションありますね、うん、GUB はおすすめだと思いますよ、うん、はい、お、高込さん EQA、学部さん動画見て AMG 付き予約入れました、今だと10月のお知らせそうです。おお、予約、ナイス予約です、はい、へー、はい、C クラスはいつでしょうね。ねえ、うん、もうそろそろなんじゃないですかね。お、僕の18番は何ですか。何、あ、歌、歌ね。俺そういえば歌とか聞いたことない、カラオケとか行ったことないですよね。ね、
あ、ゆうすけさん、ナイスパでございます。ナイスパです。 XE フェイスリフトどうなんですか、俺まだ見てないですね。ねえ、アクアね、どうなんでしょうね。ああ、速さが今日ついて、次のアクアには電動パーキングブレーキがついて、あ、なんかね、ついてないみたいな書いてましたね。うん、ね、歌ね、あ、歌も歌えますか歌ってみた、歌ってみた、うん、いいと思いますよ、かなり俺、うん、あれでも歌だけだったらいいんですよね。あのね、そう、オケを流さなければ大丈夫いいですよね、自分の歌だけだったら。ランニングシューズは僕は今はナイキのズーム3履いてます、うんうん、高坊さん、ナイスパでございます。ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。4シーズンランクもね、シングル出ましたね僕の歌声はいいですよ、宇宙人さん歌、うん、だから鼻歌で歌う分にはいい、アカペラで歌う分にはいい、ね、全然大丈夫。だから耳で、うん、あの伴奏を聴いといて、聴いて、そう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 、そうだ、うん、それな、うん、歌うんかい、それか、知ってる人いるかなこれ歌うんかいまあいいやそれかあれですよ、川西さんにゲストに来てもらって、うん、横で弾き語り。おお。あ、いや、俺川西さんに伴奏してもらって俺が歌うわ。そうそうそう、それそれ。それだ。生演奏で。ラブカードの歌詞と曲を作るとか。ラブカード TV Every Day。まんまやん。あ、ていうかこれ誰も知らないのかな、知ってる人いないのかな、知らないんかい俺みんな知ってると思ったのに。そこに関してはみんなスルーしてますね。ねえ知らないんかい、ムール貝酒蒸しにしてって知らない今一番俺の中で流行ってるんだけどBRZ は AT を買うようです、うん、あ、川西さん伴走するよってぜひ来てください。川西さんに僕の歌の実力を書いてもらえばいいんですよ。一緒にあれカラオケぐらい行ったことある気がする、うん、お、大輔坂本さん、まなみさんの GLS580 の YouTube を見て今日のお世話しました、うん、おめでとうございます。初波パッケージがないのはずはね、乗り心地は極上です、おめでとうございます。お、知ってる、にゃんこ先生知ってる、いいですねお、まさや鈴木さん知ってます、トリオのお笑い芸人です。そうなんです、いや正確にはトリオじゃない、うん、正確にはソロなんですよ、みんなだけどソロがユニットみたいにしてるね。そう、3人組になってるっていうね、うん、はい、ということでございますどうでもいいっていう時に知らないんかい、ムール貝っていうさて、うん、そんなわけでね、これしかも知らないんかい、うん、ムール貝酒蒸しにしてって言って、うん、酒蒸しにしたら、あれ酒蒸しにしたら酔っ払っちゃうよーん様さタバサ何入ってると思いますっていうところまでが全部一区切り、それが一セットで何入ってると思いますって言って、うん、3人でやるんだけど、そのサマンサタバさんの中に何が入ってるってやると、うん、そこでまた次の人がギャグをやって、それでそれにまた突っ込んでなんとかなんかループしてるってずっとループするっていう、そうくだらねえ、そうそうそう、いや、稲さんその通りでございます何入ってると思います、これマジで中毒性あるからそう、あ、そう、怪奇イエスドングや RPG、うんうんうん、そうなんです、これトリオじゃないんですよ、うんうん、あの一人一人があのソロでやってるんですけど、うん、3人でユニット組むとこれなんですね。これぜひ見てくださいこのまさや鈴木さんが書いてくださった怪奇イエスどんぐり RPG っていうやつの、はい、ムール貝って引っ掛けばすぐ出てくるやつなんで、あ、ドラゴンファイブさんナイスメンバーありがとうございます。いらっしゃいませ、ありがとうございます、ありがとうございます。もっとムール貝完璧にしてこよあのあれね、始まりの挨拶そこから、そう、ほら書いてくれてるよ、ほら知らないんかい、ムール貝酒蒸しにして、いや酒蒸ししたら酔っ払いしようよーん様うさたまさん何入ってると思いますっていうねさあそろそろやめとこうかなお、ゴミちゃんが一生懸命動画を上げましたね、あ、ランクル動画、ね、今8分前に上げましたね、はいはいはい、ね、そう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 、うん、
昨日の撮影の時に、うん、これから帰って、ね、そう、はいはい、これから帰って動画作んなきゃ、ランクル作んなきゃ、もう作んなくていいよって言ったら、いやもう、うん、ただでさえ回りやすさから作んなきゃこの間ね、久々にあのゴミちゃん電話来たんですよ。お、何やってんですか、お仕事お願いしたいんですけど、うん、そうそうそう、ちょっとお見積もりをでもね、元気そうでしたね。ああ、元気そうでした車ぶつけてたじゃないですか。ぶつけてましたね昨日その話しましたけど、ああ、電柱生えてきた電柱生えてきたって言ってましたねランクルはこう、俺ランクルはどうだろうな、ねえ、ちょっと内装が安っぽかったですね、なんかね。ああ、やっぱりまあヘビーデューティーだからそれでいいんだよね。まあもともとそういう車ですからね、うん、そういう感じですよね、うん、で、なんか、うん、ねダカールのラリーも出るって書いてありましたね。ね、書いてありましたね、うん、という感じでございます。皆さんセカンドチャンネルに中年男性必見の動画がありましたので、 そうそうそう、それぜひ見てください。見てください。男性型脱毛症かっこ AGA 治療薬内服で性欲減退するって本当なの、うん、っていう動画をですね、あげましたので、皆さん気になってんじゃないですか。ぜひご覧になっていただければと思います、はい、この動画26分もあります。そして全然回ってないですでも平均視聴時間は長いっていう、はい、そんなものでございます。運転講座動画ね、そうね、はいはいはい、それもやりたいですよね、うん、合流ね、うん、でもドライブライブの時この間やったんですよ、合流の仕方っていう、そうなの、そうなの、あのファスナー式とかなんかあれ、そう、ファスナー合流ね、合流、うんうん、合流は前、合流する、合流帯の一番前で合流してくださいねっていうのを言ったんです、うんうんうん、手前で合流しないでくださいねっていう、うんうんうん、手前で合流しちゃう人がいっぱいいるんですよね、手前で合流すると合流渋滞の元ですもんね。そう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 、そうなんですよ、うん、そういうね話をしてたら、うん、一番前行って入れっていう話をしてたら、うん、俺はその自分で合流するときに、うん、こうやって、まあ、一台一台こうなっていくじゃないですか、うん、でその相手とのその間合いみたいなものがやっぱ大切なんですよね、うん、みたいな話を、はい、してこうやってね、俺は何も気にせずに俺そのままこうやって鼻入れていくんですよ、うん、でそれでぶつかっちゃったらどうするんですかみたいな質問来て、いやぶつかんないように入れるのが合流だからっていう話なんだけどその時に言ったんだけど、車を運転してるじゃないですか、うん、でその人の操作、要するに気持ちが車に動きに出ちゃうと、うん、もうそれで見限られちゃうんですよ相手に、はいはいはい、要するに逡巡してるような人っていうのは、うんうん、車の動きに必ず出てるから、そうそうそう、ハンドルこうなったりとか、うん、アクセルうっていうのが車の動きにこう出てるんですよ、そう、そういう人を見るともう、うん、あこいつダメだなって思われて入れてもらえなかったりとか、うんうん、そうね、もうだから何のね迷いもなくスーッてこう、そう、行くっていうのがすっごい重要で、でそれをね、うん、入っていくときに、うん、まあ、右側に車の車列があって左から入っていくわけじゃないですか、うんうんうん、でこの時にもう車の列で自分が入る場所が分かるわけですよね、うん、その前の車と後ろの車の間に入るわけですから、うんうん、この前の車と後ろの車がどんな特性で動いてるのかっていうのは、うん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 、もう見て理解しなきゃダメなわけですよ、うん、こいつどんな運転してんのかなっていうのを合流する前から見てれば大体わかるんですから、気が短いやつは前の車にどんどん詰めてるし、詰める詰める、そうじゃなくてダメな人はなんかわわわわわわってなってるし、まあ普通にゆるゆるゆるって進んでる人はそれでいいんだよね。いやだから間合いの取り方ですよね。そうそうそう、で間合いの取り方が大事なんですけれども、うんうん、それをなんかボボ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 ボってなってるともう全然ダメなんですよね止まっちゃう人とかね、そう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 、躊躇したらダメ、うん、でしかも
僕はこういうふうに何も春巡線にスーッと入ってくるんですけど、大体もうこの時点で意地悪な人は詰めてこようとしてるから、そうそうそう、もうすぐ分かる。であんまり強烈に詰めてくる 人だったらもうやめればいいんですよ、入らなければね、うん、そうだけど僕はある程度詰めてくる人でもそのまま行きますからね、うん、でその間合いの取り方はやっぱり、うん、見ながらやんなきゃダメだし、そこでぶつかっちゃうんじゃないかと思う人はいるかもしれないですけど、だからそこでうまくぶつからないような、うんうんうん、なんていうか加減速とかね、うんうんうん、そういうのをしなきゃいけないし、これね、皆さんどうやってやってるのか知んないけど、あのね、合流するときにすごい長い話になっちゃった、うん、右に走っていくのか左でこう合流するじゃないですか、うん、で合流するときにこの自分がどの位置にいるかっていうのが重要なんですよ。車線、この合流して細くなっていく車線の右端にいるのか左端にいるのか真ん中にいるのかっていうのもあるわけ、うん、でそれで相手との その間合いっていうのが変わってくるから、うん、あんまり最初から右側にいたら入れさせてもらえないんですよ、うん、で真ん中ぐらいからスッとこう入っていかないと、あのね、そうやる気満々でもダメだ。そうなの、ね、そういうところを、うんね、ちなみに、まあ、あんまりやっちゃいけないんですけれども、うん、右側からいて入られたくないっていう意思を出した人がいるじゃないですか。そういう人はすんごい前に詰めたりして入れないようにするんですけれども、うん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 、そうすると、まあ、いさかいのもとになりますね、なったりするんですけど、僕は やんないですけど、うん、技としては本当に入られたくないんだったら道路の左端を走る。そういう間合いの問題を考えていかないとダメなんですよ。箱崎のところでよくそういういざこざ見ますねそこはね、うん、そうなんですよ。うまく ねやっていかないといけないし、うん、要するに合流して入れてもらうんだけれども、うん、その入れてもらうっていうのは相手が準備をしてはいどうぞって言ってくれるもんじゃないわけですよ。自分でスペースを見つけてそこに入っていくっていうことだから、それをちゃんとね考えてやらなきゃいけない、うん、まあ、要はその相手の人がね気持ちがこう何気持ち悪くないようにしてあげればいいわけですから。そうでね、棚橋さんがね、早く入って安心したいって書いてるでしょ。うん、早く入って安心したいっていうのは、うん、もう自分のことしか考えてないわけですよ。うん、要するに早く入って安心したいがために後の人を全員犠牲にしてるっていう、うん、そうなっちゃうことを、うん、考えなきゃいけないわけですよね。ね、そう、あなたの安心のために、うん、10人の人が、うん、犠牲になるっていうことなんですよね。うんうんうん、そうですね。そこがね、まあでも本当土地によってはね、はい、なんだこいつみたいな意地悪なやついっぱいいるわけですよ。ですよ ね。でちなみに僕はそういうふうにスムーズに入ってますけれども、うん、相当に詰めてくる人の前に入るのがものすごく得意です、うん、そして相当にガンガン詰めてきてる人のところにスッて入ってどうもって手を挙げるっていうのが大好きです、うんうん、そうすると相手はおおそしてにっこりするっていうね、うんうんうん、はい、まあそうね、アジアはねいざこざ多いですよ ね、はい、うん、もうだってベトナムとかだってどうやってこれ合流すんのみたいなとかバイクの大群とかいて、そうねえ、そうなんですよ。まあでも車の運転は本当性格も出るし、うん、まあね、やっぱりいっぱい運転しないと、うん、そうですよね。まあ慣れですもんね、これもね。そう、昔なんかね、黒沢ガンさんが車の運転のドライビングレッスンの話をしてくれて、車の走らせ方の話をしてくれて、すげえやっぱ難しい話になるわけですよ、はい、で俺も話をその聞いて書く方だから、うん、いやそれすっごいやっぱ難しいっすねって言って言ったんですよ、うんうん、ガンさんに、うん、そうだよ難しいよ、だから誰にもみんなにできるわけじゃないんだよって、だから運転うまくやりたいんだったら難しいことやんなきゃダメなんだよねって。あ、深い、なるほどねと思って。でもそういうことなんですよね、うんうん、なのでそう
合流するのは本当に自分で場所を見つけて入っていかなきゃいけないし、そうそうそう、あと追い越し車線走るのも、あのだらーっと走ってんだったら、あのね、走行車線に行った方がいいですし、ね、トラブルの元ですからね。そうそう、自分であの 前を、まあ、そんな言い方するの変な言い方ですけど、うん、追い越し車線走るんだったら自分で、まあ、前をかき分けて行くようなことじゃないと、まあ、無理ですよやっぱり、うん、そういう意味じゃね。ねえ、そう本当に。ああ、笠子さん、ナイスパドでございます。やっぱブラインドスポットモニターしか立ってね、うん、ブラインドスポットモニターついててもはあのそこの範囲に入ってこない時あるからね。まあね、うん、そう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 、うん、本当にね、うん、まあでもそんなことを言って私ですけれども、フルスロットルフルブレーキっていうのはほとんどやらないですね、うんうんうん、はい、です。はい、スルッと入らないとダメです、うん、あと隣に人を乗せてる時も、うん、もうスルッと走らないとダメですね。ね、はい、周りをよく見て走る、ね、これ今週今日からまた土日ですけれども、うん、ね、土日になると、あ、サンデードライバーがもううざくてさーって言ってる人がいますけれどもそう言ってる人はその人と同じレベルですから、いるな、はい、サンデードライバーうぜんだなっていうのはもう、うん、あなたそのレベルですっていうことなんで、うんうん、そこをです ね、もうだから意識した方がいいと思います。和を乱さないっていうのも大事だからね。そうそうそう、まあ、だから交通ルールは大変重要なんですけれども、うんうん、やっぱりあのそういう人がいっぱいいるんだったら、うん、そこをですねうまくいなして動くっていうのが重要なことだと思います、ね、はい、ということでいきなりなんか交通ルールの話でかなり火がついたなでも そのあたりあの家族も結構あれじゃないですか、はい、うんちく語ると大変なかもしれないです ね、はい、最後にそこのその辺自動運転だったらどうなるんですかねっていうところが一番難しいところなんです。自動運転の、うんうんうん、間合いが取れないっていうのが難しいところ、距離と相対速度とそういったものでしか間合いが取れないんで、うんうん、そう、それはあの、ね、自動運転で一番難しい。だからあれって全てが自動運転の車になればそうそうそう、うまくこと ね、やってくれそうだけど。あ、岡倉さんナイスパド、ね、岡倉さんナイスパドでございます、ありがとうございます。はい、ということですね、うん、はい、さてそんなわけで終わりにしましょう。はい、はい、じゃあ、皆さん今週もありがとうございました。ありがとうございました、良い週末をお過ごしください。明日はお昼に動画を公開します。まだ作ってません、はい、また来週よろしくお願いします。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。さよなら、ありがとうございました。